あ見てくださったんですかめっちゃ緊張してたんちゃうみそらツイートちゃんとしました1分余裕持つっていうその考え方といやでもこれやったらさ配信スケジュール1分にした方が良かったなと思った23時って配信スケジュール言ってんのにさ1分から始めたら待ってくれてた人もいるやろうに毎日1分からあっでも毎日1分からにしたら意味ないねそれ。 1>, 1分から1時間やっちゃうから結局3時間満パンなって怖い怖い言うてるよな <laughs> どうしたらいいやろ3時間満パンなのが怖くてお疲れさましいチームいづよしみんのファンの方ありがとうございますこの時間は私にお任せです美ラちゃんやっと帰ってきたよお疲れ イスラに癒されに来た癒しの配信にしてってね今日はツインテールそうなのツインテールだよ下はジャージっていうかこの T シャツがすごい長いからこれをワンピースみたいにしてます1時間ぶりに感動の再会できてないで <laughs> 1時間で1時間で普段んいてきますって家出て。 帰ってくるたび泣いてんじゃん <laughs> 感動の再会や言うて西 <laughs> 週間にニックネームつけてもらいましたかコテレいいじゃんニックネームみそらにほんまにあみそらでも幼稚園幼稚園長小学校の時に学年全員がその子のことをそう呼び始めたあだ名をみそらがあの開発したことありますみんなこんばんはあぶりカルビさんあとありがとうございます ついてるかわいいありがとう。うい。前髪何点今日は一日過ごした後の前髪なので、まあ、残り具合としては100点やけど前髪自体の綺麗さとしては、まあ、85点ぐらいですかね。風呂には入ったいいなみそらはまだこれからです。明太子おにぎり食べてますいいね この1時間の間であの焼き鳥をちょっと食べてきました鶏皮とねぎまが好きです美味しかったルームスとケ携帯取ル調べしてあどっちも見てくれたのありがとうそうルームスをさっきの配信終わった後に更新したんですほんまは配信の前に更新しててんけどツイートしたのはきっと配信になったやった気がするなんかすごい時系列が分からへんくなってきてんけど きっとツイートしたのは配信のあとでも投稿したのは実は配信の前です <laughs> 見てくれてありがとうこの後ろのこの紙を書いてる時の作業風景を動画撮ってそれを編集してルームスにのっけましたすごい気が散るや人なのでしかも勉強机とか座ってたらなおさら勉強机で座って書いてたから あのこれ動画撮ったろうと思って撮りましたよかったさんの影響で多分倍ほど美意識高まりましたうそ今日の朝の配信ですごくいいことしたなラみ, <laughs> みなみちゃんレインボースターありがとう最後の一枠だけ一本遅らせるそれありかも明日からそうしよっかな3時間怖いしありねそれあり ツインでしばかれたいその欲望を叶えてあげるえい今みんな瞬速で叩かれましたえい <laughs> 配信見るために残業頑張った偉すぎ本気で偉すぎお疲れ様 1> 1日でこんなたくさんみそやんに入るの初めてやから普通にうれしくてニコニコしてる確かにねかつてなかったような一日3回も配信してみんなに会うなんて <laughs> 確かにみそらも何か一日があっちゅう間に過ぎるわ今日もかわいいありがとうみそニャンコハウス先登録しましたありがとうよかったら見,と見てきてください動画 ミヤッチさんハートありがとうございます配信のおかげで生活リブズも整うあでも確かにそれはそうか美空ふ普段めっちゃ時間にあのー、ルーズな人やから何時までにこれを終わらさないとあかんみたいなのがちゃんと決まってると必然とねリズム整うよねいい感じ 君たこ焼きありがとうたこ焼きじゃなかったたこや <laughs> ありがとうみそにはちゃんと寝れてるうんあのノンレム睡眠ができるぐらいにはあの、寝てますあの、保険でノンレム睡眠は3時間周期って聞いたんですけどこれは本当ですかその前提で今喋ったんですけど違うかったら恥ずかしい。 ちゃんとノン,レム睡ノ,ノンレム睡眠することを目標に毎日過ごしたいと思います。この配信,配信期間は。大和さん、アイスありがとうございます。氷ののれんもありがとう。50カウント終了龍さんとアキラさん、ありがとうね。 まあ大変やのにカウントってありがとう瀬戸大橋なうあいいやん瀬戸大橋ミスラも何回か渡ったことあんで車川田さん食べてありがとう食べますもぐもぐします ツインゲーでしょどーバシバシ鳴るわけ <laughs> ーリクパパさんハートいっぱいありがとう。めっちゃ久しぶりに明太子おにぎり食べたけど美味しすぎたせやろやっぱ明太子しかかたんてばよ <laughs> ナルトみたいなと語尾カタンってばよ <laughs> しゅうくんハートありがとう こんばんは。お久しぶりね。こんばんは。<laughs> 嬉しい。平八さん。お花。お花ば、畑じゃないね。花束。ありがとう。おでん屋さん。氷ののれん。ありがとう。みそにゃ t. V. さん。こんばん。あ。朝びよけいユーチューバーデビューしました。みそにゃ t. V. です。 こんばんはこんばんばは寝るときポケモンのアプリ使うといいですよレム睡眠ノンレム睡眠がわかりますポケモンスリープそんなんあんのレム睡眠ノンレム睡眠わかるんやすごいなどうやってわかんの起きた時間とかによって計算してくれるのかなヤバいツイン誕生日の時の写真思い出して死にそうなう <laughs> 懐かしい ちゃんとツインテールしたよあの日今日今もツインツイインン大好きミソラちゃんの踊り方好き嬉しいよかったらまた公園にミソラを見つけに来てください平八 <Hey, S 2> さんリンボスターありがとう楽しすぎて全然目せない <laughs> みんながね思わず喋りたくなるぐらいの配信にしたいねみそらちゃんツインテルで昨日より幼さない昨日どんな髪型したっけあハーフツインクルリンパかこれ幼さない <laughs> ルームスの動画は反転するのねああそう内髪で撮ったからね反転したわなぜか 1.5の倍数の時間寝れれば大丈夫なイメージ。でもなんかわかるかも。1.5の倍数確かに1.5の倍数なんか安心する。だから全然んでも睡眠はできてる。シオくん可愛い,いありがとう。この配信見ながら寝る準備。おいいねいいね。そうこの時間になるとミスラの声のトーンも。 落ち着いてると思うからあのうるさくないと思うので <laughs> おそらくいつもよりかはうるさくないと思うから一緒に寝る準備し,してください水木ンハートありがとう <laughs> そらさんえっとソフトクリームありがとうだってばよ <laughs> そうなんかナルトみたいになりました語尾が。 明日から福岡やからいいなぁ美空さあのおばめとかではよく喋ってんねんけどさ行きたいご飯屋さんとかスイーツの場所をあの行きたいなぁと思ったら速攻スクリーンショットとか SNS で探してめっちゃスクショとかして貯めてんねんけど大体あの大阪グルメとか大阪スイーツとか京都。 抹茶とか京都スイーツみたいな感じで調べてんねんけどたまにもうなんか冒険してみようと思って「スイーツ」とか「焼肉」とかだけで調べてもうそれが何県であろうと惚れたもんは仕方ねえぜみたいな感じでスクショとかしたりする時あんねんけどそれで美空が食べたいお店が福岡に何,何個かあってっていう話ほんまあ、それだけもうさんなん話大物なすぎもうどうしたらいい 長々と喋っといて話おもんなすぎひんそうだから福岡いいなっていう話 <laughs> 面白くない最悪面白くない話しちゃったオチのない話をそうだから普段は大阪とか京都でグルメとかスイーツを探してるけどたまに冒険してあの何県とか入れずに調べてるんだよっていう話でした <laughs> だから福岡いいね <laughs> おもんなごめん 面白くなさすぎたでもなんかいちごが挟まってるめっちゃ今にもこぼれそうななんかスイーツやねんそれめっちゃ覚えてる絶対福岡やったあれは食べたいミスらも連れて行きますねありがとう写真見して <laughs> 明太子も食べてきて感想教えてカラオケ配信ほんまにやってほしい みんなさ何曜日の夜が一番嬉しいもうカラオケ配信はもうやるから何曜日がいいあの土日はちょっとうーんって感じやねんけどこの平日のうちやったら今日が火曜やから水木金土金曜日かなと思ってんねんけどみんなが来やすいのは年息を測ってくれるなんちゅうアプリすごいね よしみんちゃんだよ同じチームのよしみあやねちゃん同じ吸期生だよよしみんはねショールーム博士なんですショールーム博士もう何年って言ってたか忘れたけどなんか5年ぐらいって言ってた気がするもうショールームをずっとやっててすごいね配信のスケジュールの組み方とかももう博士なんです <laughs> すごいたくましいお仲間です みずきくんハートありがとう、うん、ありがとうミソーニゃの配信楽しいチャンネル <laughs> 楽しい <laughs> 楽しい c, c グループの C <laughs> 今日もまつげバチバチせやろ今日も決まってるやろう,うちのまつげ今日は下まつげもなんかすごい長い毛がある <laughs> 下まつげもちゃんとね下げたんだよ 朝から配信でキュキュキュってほんま暑くて溶けそう最近わかるなんかもうさジリジリっていう効果音が一番正しいぐらい暑いよね睡眠時間は3時間とかじゃないですよね日による日によるでも3時間しか寝れへんかった時はその3時間での次に休みが来た日にめっちゃ寝るから大丈夫よ <laughs> ちさちゃんかき氷ありがとうピンクかわいいこの前の南原ちゃんよかったよええー、そうありがとうございます嬉しい仕事で4時間睡眠とか大迷惑から休みの日は8時間そうそうこれこれみそらもお揃い年の少なかった日はあるけど休みの日にその分めっちゃ寝る <laughs> これに限るぜ でもおしゃべりめっちゃするからコメントもしやすいと思いますようれしいなだってみんなが聞いてくれんねんもんみそらがどんだけ喋っても <laughs> 優しすんぎです昨日の夜中みそら回顧タイム入って会いたいました <laughs> もうみそらってイコの思い出になったん <laughs> まだ入って半年やのに <laughs> また会いに来てよ京都はおしゃれなお店たくさんそうよ もう美空さん、足足足足りひんわってぐらい来たお店ある。全国のお店、スイーツ焼肉のお店チェックしてる。もう焼肉に限らず、もうグルメとかスイーツとかでも、大きくくって調べてます。<laughs> 美味しいものが好きなので。だから、みんなもなんか美味しいものあったら、教えてほしいです。美空はまだ出会わぬグルメとスイーツに。 あのー、出会いたいので <laughs> カウント完了ありがとう大変やのにみそらちゃんのベイビーさになベイビーさどこが <laughs> みんなの目にみそらはどう映ってるの <laughs> 癒されました <laughs> もっとみそらさんのこと知りたいからどんな情報でも話してもらえると嬉しいですえっ、ー、みそらみそらの情報 抹茶が好きだよ抹茶と梅干しとラーメンときゅうりとトマトが好き今日の夜ご飯は焼き鳥を食べてえっと、<laughs> ツインテールとハーフツインが好きですあとは好きなゲームは「妖怪ウォッチ」と「大乱闘スマッシュブラザーズで」で好きなスマホゲームは「アンサンブルスターズ」で。 えっと、好きな色は紫ペンライトカラーは紫と黄色です <laughs> あとはあパーソナルカラーは多分イエベハ春です <laughs> 思いつく限りの情報を言っていく <laughs> こんな感じです多分骨格はウェーブです関東にも美味しいスイーツたくさんあるから来てみてください行きたいみそら東京とかにもさ行きたいお店いっぱいあるの。 朝草かどっかになんかお餅の上になんか草みたいなのが乗ってて <laughs> 草って言ったらなんか言い方悪いねんけどなんか抹茶が練り込まれたあんみたいなのが乗ってるやつがあってそれも東京やしあとなんか行きたいまた抹茶やねんけどなんか抹茶のパフェみたいなのもあるしもとにかく関東にも行きたいみそらもうご飯食べるためだけに全国を巡りたいご飯とスイーツのために。 落ちなくても可愛いから大丈夫 <laughs> こうやってみんなに甘やかされていくんですね <laughs> ありがとう <laughs> もつ鍋食べたいわかるいやでも焼き鳥食べたし <laughs> 今からもつ鍋食べたらやばいわ肉すぎるあまりにも <laughs> しんさんだるまありがとういっぱいいっぱい福岡出身やからあそうなん福岡行きたいって言ってくれると嬉しい行きたいに決まってるやん 明太子も食べたいしラーメンも食べたいしスイーツも食べたいなんでここで綺麗に割れんねやろ前髪 <laughs> どうにかして <laughs> 割れるここで金曜の夜金曜にしようかなやっぱ金曜がいいよね金曜にしちゃおうかしら美空が福岡で行ってみたい店もう一度早めに聞いとくよかった ほんまやミニミソラさんに体感体感ミソラさんやから連動してるから全国のアクキーとミソラは連動してるからうん全国のミソラアクキーを持ってる方はそこにミソラが宿ってると思ってあの一緒に暮らしてあげてください <laughs> だから美味しいもの食べる時はそのミニミソラちゃんにもちゃんとあげてくださいねしんさんハートもありがとうございます。 時間帯による別に何時でもいいよ美空は金曜日って何日 20? ん ?28 かな何時でもいいよ夜夜あたりの配信でカラオケをやりたいんですけどみんなどうですか川名さんハートいっぱいありがとうございます ありがとう。明日のスケジュールはあの多分よしみんがツイートしてくれたはずです。さっき決まりました。よしみんがツイートしておくねーって言ってくれてたので多分よしみんが上げてくれると思います。あとでそれを見せらもリツイートしておくのでよかったらチェックお願いします。星2周したありがとう ソラさんかき氷ありがとうミソには美白の日け全えうんうんこれ今あのライト当たってるから白く見えると思うけど全然ミソら全然日焼けしてる日傘とかもなんか持ってんねんけどなんかこの距離やったらいいかと思って刺さへんとかが多くて多分そこでも刺した方がいいんやと思うねんけどまあ,あ日焼け止めは塗ってます でも日焼け日焼けしてます。健康的でいいでしょ。山としさんソフトクリームありがとう。よしみはショールーム博士生、さやき画像作る博士、みそには遠く博士、みそらだけ遠 <laughs> く博士なんや <laughs>。それぞれいい役割を担ってますね。バランスのいい、C、チームです。 最近1時間ぐらいしか寝られてないからちゃんと寝てあでもテストかテスト終わったら一日中寝てもうそうしてそうしてでもあれよ寝てなさすぎてテスト中に頭回らなくなったら頑張りがあのもったいなくなっちゃうから眠たかったら寝やちゃんと出遅れた今日も一日お疲れだあれありがとう全然出遅れてないありがとうお疲れ さんさソフトクリームとアイスいっぱいありがとうございますお花束もありがとう深夜さんダービーグルメ結構参考になるいやほんまに結菜さんの投稿保存してるもん美空 <laughs> てかこの間普通に大阪グルメで調べてたらえここ行きたいと思って保存したやつがよく見たら結菜さんの投稿やった <laughs> びっくりした 顔が映ってなかったからさ誰の投稿かわからへんかって普通にえここ行きたいと思って保存して後から気づいてんけどそれユイナさんの投稿やった <laughs> びっくりほんまにびっくりしたリクパパさんハートありがとうピアノの得意な曲えー、なんやろ今までいっぱい弾いてきたけどえちょっと考えるわ <laughs> 考えながらコメント読みます。 ちょっとご部屋もありりまくり、ね、<laughs> 最後にあ確かにな最後に会ってからもう何ヶ月経ったんやろあそういうことね <laughs> もうミスラーがもう遠い記憶になっちゃったんかと思った <laughs> びっくりミスラーバイト終わったよお疲れーハイタッチハイタッチ今日も一日バイト乗り越えたかなハイタッチハイタッチお疲れ銀座の福六寿 え待ってそれ絶対ミスラ見たことある福六十みたいな店えどんな見た目え絶対ミスラ知ってるかも <laughs> 知ってるかも絶対知ってるかもっていうその矛盾を一瞬で生んだんやけどさ <laughs> 見たことある気がする食べられないものはパセリとセロリあとパプリカもあんまり好きじゃないです カウント2週完了頑張りましょうバイヨシミンあよヨシミンの方ありがとうございます一緒に頑張りましょうんやさんハートありがとうラーメンにはにんにくを入れます <laughs> その情報も確かに大事チューブでにんにく入れますみすらが好きそうなカフェは網島茶屋っていうお茶と団子みすら最近お団子ブーム来てんのよ みたらしとかそういう系のえー行きたいあみじま茶屋覚えとこ <laughs> わー情報がいつかい <laughs> 情報思いつく限りの情報を言いました妖怪ウォッチはあの幼き頃にやってたんですけど最近っていうかこの一年ぐらいで再熱しててブームがめっちゃ楽しくないですか妖怪ウォッチ私新打ちやってるんですけどあの幼き頃に倒せなかった歌舞伎ロイドを 皆さんわかります歌舞伎ロイドっていうめっちゃ歌舞伎ロイドじゃないやあやとり様歌舞伎ロイドも倒したんですけどあやとり様っていうめっちゃ強いボスがいてもう小学校の頃なんてあやとり様倒したって言ったらクラスでヒーローになれたレベルなんですけどそのあやとり様をこの1年ぐらいの妖怪ウォッチ再熱期間でやっと倒しましたイエーイ <laughs> やっと倒しました 小学生の現役時代は倒せなくてもうだって相手の体力ゲージが満タンこれでこんぐらいまでしか削れてへんのに美空は速攻もう全仲間があの全滅しちゃってどうやったら勝てんのって思ってたんですけどすごくない勝てたの。ほんますごくない あとその歌舞伎ロイドっていうのも小学生の頃はもう強すぎて秒で負けてたんですけどあの最近は何回やっても勝てますすごくない <laughs> 何の自慢やねんなそう妖怪ウォッチ」ってほんまに楽しいてかちょっと待って美空はあの小学生の頃に予約して攻略本を買ったんですねで美空の DS がこれなんですけど もう最近のプレイスタイルは片手でこうォッチの見たいペあ中見てたらめね妖怪ウォッチの見たいページをこうしていろいろあるやんでも常にこれを開いた状態で足の足をこう土台にして開けてまま持っておいて両手で妖怪ウォッチもうこれが最強。 攻略本は小学生の頃見方分からなかったんですけど今になってほんまに勝ってよかったなって思いましたもう最高 <laughs> 攻略本最高 <laughs> しんさんハート3つのやつとかき氷ありがとうございますハート3つのやつってみんな何て呼んでますかアイスもありがとうございます涼しくなりそうレインボースターもありがとうしんさん ありがとう金曜日えまだ何時から決まってないよしみんとかの予定も見て決めないといけないんだけど夜にカラオケ配信したいなって思ってます金曜日の新さんペンライトありがとう川名さんハートもありがとう カラオオケ配配信、配信タクあ、ちなみに明日は22時半から23時59分まで1時間半やるんですけどそこはオタトークの枠にしようかなと思ってますだからあの話話分からないけどミスラの話聞いてあげるっていう方とかミスラと同じオタクやから分かち合いたいなって思ってくださる方とか来てくださったら嬉しいです。ミスラと一緒にあの 二次元の勉強したいって方もぜひ <laughs> お願いしますでこでこよしみんさんハートありがとうございます二十時から二十一時オッケーちょっとみんなの希望は聞けへんかもしれへんけどいろんな意見は頭に置いとくねとにかく金曜日の夜にカラオケ配信します中小原さんかき氷ありがとうございます カラオケ金曜はイレオちゃんの初日見に行くので OKOK 公園とはかぶらんようにするだから8時以降かな確実に9時とか10時あでも10時やったら近所迷惑になるかなちょっと分からへんねんけどとにかく公園にはかぶせません大丈夫ご安心を炙りカルビさんペンライトありがとう 明日のエルのア後トーク楽しみにしてます。ありがとう。楽しみにしといて。もうめちゃめちゃ喋る。<laughs> そうよしみんが、あのタイムテーブルツイートしてくれているので、よかったら皆さん。拡散お願いします。みそらも配信終わったら、リツイートします。日焼け止めは一時間前に、塗らないと効かない。え、知ってんだよ、みそら。 高校生の時に教えてもらいましたあの帰りの会の直前に塗ってたらえ「今塗ってももう遅いよ」って言われました <laughs> あと15分で学校出んのにあの30分とか1時間前に塗らないと意味ないんだよって言われて「えそうなの?」ってそん時に初めて知りましただから知ってます「星投げ2周50ミソラ完了ありがとう指を休めてください」 深夜にピザ食べたく呪いかけに来ましたあっ来たなこの配信切った後ピザ食べたくなる呪いをかけに <laughs> 昨日ピザ食べたすぎてさ美空いつもモバメのさ「あのこんばんは」の後にに「美空です」って書いた後に今食べたいものの絵文字を一個ポンってほんまにその日の気分で載せてるんですけど昨日はもうあまりにもピザが食べたくてピザの絵文字つけました。 みそらあの棒場面を取ってくださってる方はぜひみそらですの後の絵文字にもちょっと注目してくださいもうその時に自分に聞いてみて「今一番何食べたいみそら?」って聞いて「うんーこれかな?」って言われたやつをあの絵文字でポンって置いてます「ピザピザ食べたいな炭酸と一緒にピザをピザを決めたい」<laughs> 次のシングルはミサラちゃんに会いに行くねああ嬉しいありがとう楽しみ。超楽しみよしみみんなのスケジュール決めてるのよしみん,なんかヨシミンが一人で決めてるっていうわけじゃないんですけどまずみんなで何時から何時はちょっと用事がありますとかを伝え合って大体こんな感じかなってやってよしみんが最後にそっちの方がいいかもみたいな星何周みたいなのの知識はよしみんの方がやっぱりあるので最後によしみんが 調節しててくれてますもう本当に感謝してもしきれないで私と佐伯はいっつもよしみんに調節してもらってあそっちの方がいいのねって勉強しながらやってもらってますもう前がちょうど今来たそうほんまにもうさ今日のもばめほんまに謝りたいねんけど配信をさっきの配信を切ってご飯食べてなんか準備してたらもう気づいたらもばめの <laughs>。 送らなあかん締め切りの2分前ぐらいでえもうやばいと思ってもうなんかもうちゃ,んと書いちゃんと書いて送りたいのに今日はほんまに生存確認みたいなメールになっちゃってもう本当に泣きそうですごめんね明日はちゃんと書きますみなみちゃんハートありがとう よしみんががタイムテーブルを教えててくれてるありがとうよしみんいつもタイムテーブルの調整もしてくれてありがとう愛してるわよ本当に頑張ろうねえー、ミスラー今ドラマドラマびっくりするぐらい見てないかもドラマは見てないわごめんドドラマか最後にちゃんと見てたドラマなんやろ あなたの番ですととかはちゃんと見てました <laughs> あなたの番ですって何年前ですか <laughs> 待ってみんな妖怪ウォッチで盛り上がってくれてる <laughs> そう妖怪ウォッチあやとりさまみんな倒せた <laughs> 明日の配信はよしみん待ってツイッターじゃなくて X なんや今忘れてた <laughs> よしみンの X に上がってます <laughs> よしみンが X に上げてくれてますあやとり様は人任千人ループで倒してた待ってそれ見た美空あやとり様倒せへんくてあの YouTube とかで攻略してる人見てんけどもうそんなやり方もあんのかと思ってどぎも抜かれた美ラはあのブシニャンとブリー隊長をとあとマンオ獅子で行った コンは何使ったか忘れてんけどブリー隊長にあのなんか先に相手よりも先にわざ出せるコンみたいなのをつけてでブシニャンになんかめっちゃ強くなるコン忘れたごめんつけてブシニャンとブリー隊長と満オ子市でいきました「しゅうくん食べてありがとう!」もらいます。 永遠泳トンネルミスラあの1日1回しか行けへんからさ最近はちょっと予感落ちできてないねんけどあのー、ちゃんと1日1回欠かさず永遠泳トンネルだけやってる日もあったで「<laughs> ちょっと今日忙しいから永遠泳トンネルしかできひんわ」みたいな感じでやってる時もあったいまだに 3DS 楽しんでる人いるミスラ以外に <laughs> ー。んくありがとう レインボースターってよく見たらめっちゃかわいいねグミみたいグミおフ <laughs> お行儀悪い怒られちゃったそ足足こう2本あるやん太もものここにここにこうして攻略本 <laughs> <laughs> やってやっいつもやってますカラオケ配信さささ最高せやろみんなお楽しみにしてて ちょっと前髪がさどんどん束になっていくんやけど <laughs> 今日わりかし漏れてない顔がメイク朝みんなと一緒にやったからかな涙袋が今日すごいいい感じおととーくバイト終わりに滑り込めるように頑張りますあバイト頑張ってもみすらはここで待ってるから <laughs> 予備知識入れといた方がいいこともばめで送っといてえー、予備知識どんなんがいい ちょっとこのアニメリシューしといてみたいな間に合わんか明日 <laughs> 明日やしあと24時間しかないからアニメリシューとかは間に合わへんけどこの辺の作品の話しますみたいなのはもう今日の「ボマメ」はもう送れへん時間になっちゃったから明日のお昼ぐらいに送ろうかな二次元のお勉強させてください <laughs> しようしようぜカラオケ配信楽しみにしてますありがとう 歌う曲はもうみんながいっぱい送ってくれたのでそれを今プレイリストにしたので頑張って聞いて覚えますヴィンセントさんかき氷ありがとうございますタマキさんダルマありがとうございます骨がパキって言いましたダルマいっぱいありがとう世代交代来たすぎるいつでもおいでミスラはいつでも待ってるから世代交代しに来て 玉木さんハートもいっぱいありがとう昨日からハマってますこの画角に今チョコもなかジャンボ食べてるいいなあミスラはあのこの夏はスイカバーとチョコバッキーの抹茶味しか食べてないですもうチョコバッキーの抹茶めっちゃ美味しいんですみんな食べてください スイカバーはもうも、ね、もうななんかかはや電動入りかなもうきっと今更みんなに「美味しいよ」って言わなくても「美味しい」って分かってると思うんですけどチョコバッキーのね濃い抹茶っていう味があってもうそれが最強もうめっちゃうまっほんまに食べてほしいみそにゃですピザだったほんまや買った <laughs> そうもう昨日はピザの呪縛にもう 縛られまくって <laughs> なかなかピザが頭から離れなかった <laughs> 食べたくて仕方なかったよ俺も絵文字変身つけてる知ってる <laughs> 知ってるとか言って <laughs> 毎日楽しくもばめ読んでますありがとう,うそうやって楽しく読んでもらうことがみスらの生きがいだ <laughs> ピザは食べてないけどピザパンよく食べてるピザパンも美味しいよね我が家もスらがまだ高校生の頃はすごい朝ごはんの,あのレギュラーでしたピザパンが美味しいよねよしみんプロそうよしみん本当に頼りになります佐伯も昨日率先して画像作ってくれてもうなんて素晴らしい 仲間が私にはいるんだと思って、もうミソラはこうやして喋ることしかできなくて本当に申し訳ないんですけど、チームのために何かできたらいいなと思います。ミソラはあのおしゃべおしゃべりで引っ張っていきたいと思います。あとみんなよりも年が上なので夜のこの時間を安心して預けてもらえるように毎日あの夜行性の力を活かしてこの時間を強みにしたいなと思います。 メロンの日もああればかき氷の日も肉の日日もも肉ってそここの気分があることを初めて知りましたそうなんか夏場になってすごいメロンとかみかんとかそういうフルーツが増えてんけど冬場はあのなんかラーメンの日も多かったりとか肉はみそらほんま週3ぐらいで送ってる気がすんねんけどほんまにその文を書いてる時に食べたいものをの絵文字をつけてるあそこは。 でもほんまに気づいたら肉の絵文字売ってる時多いから <laughs> ほんまに週3ぐらいで肉を売ってる気がすんねんけどあれは実はそういう絵文字でした今食べたいものの絵文字なんですよ今はリンゴジュースが飲みたいあれはねあのリンゴジュースしかジュースの絵文字がないねんけどなんか炭酸とかジュースとかそういうジュース系が飲みたい時はあのリンゴジュースの絵文字を送ってます。 そうやねん炭酸がさちょっと絵文字がないからちょっと分からへんねんけどあのリンゴのやつが来たらミスラワインもジュースが飲みたいんだな <laughs> と思ってください <laughs> 炭酸とかも全てひっくるめて川名さんかき氷ありがとうもバメとかルームスとか無理しないでね全然無理してないみんなこそ。 温かい返信くれたり読んでくれてありがとう今日はちょっとほんまにもボめは反省してます明日はちゃんと書きますごめんね明日は2つを送るね <laughs> ごめんねやっちゃったよ時計をちゃんと見てみそにゃほんまに時計見て <laughs> 謝らんでも大丈夫ようん優しい 明日にいつ送るから待っててルームスもあの動画の載せ方も分かったしもうみそら無敵ですいろいろ載せます <laughs> ちなみにアンドバーに出てきたマンション機ええー、すごい近所なん穴場えっ穴場2 0 1九え四4年前えそうそうそうえっっても2年前ぐらいかなと思ってたみそらマジか え信じられへんへそうなんやすんごい熱中して見てたみそら友達が星投げてくれてるありがとうございますももかちゃんのお友達ありがとうございます頑張ります X って言い慣れないほんまになんかいつまでもツイッターって言っちゃいそうやしツイートしますって言っちゃいそう今ってなんて言ったらいいの X りますって言えばいいの なんかえ,えくりますみたいな <laughs> でもツイートってツイッターとかツイートっていう言葉最強やったんやなって思うで交換ツイートしますとかもさ交換ツイとかで通じたやんやばいなえくえくりますみたいなくんハートありがとうそう,勇ま,しでそう勇ましで固めてたのでなんかコーンコーンを持たしてなんかやってました 結婚してあー俊太くん久々の結婚や <laughs> 今日もみすらはカレーにかわせよありがとう <laughs> 嬉しいよでもほんまに嬉しいありがとういつかしよいつかかっちゃんソフトクリームありがとうあかき氷もやありがとうメロン味が一番好きですありがとう 3 d ス見てると酔うもう 3D モード切ってんだよみそら 3DS3D でやったことほぼないもんここちょっと話しそうで怖いねんけどここもうオフにしてる出てったら絶対言わんと思いますなべさんレインボーさんありがとうございます嬉しいですキラキラ 先生二次元のこと教えてくださいお任せ明日はもうその枠が2時間半もあるからねじゃあ1時間半か <laughs> 1時間半もあるからね1時間半でもう博士になっちゃおうピノの抹茶美味しいので食べてみてほしいあっさっき見た見ためっちゃ美味しそうピノの抹茶しかも一口サイズやからさミスラみたいにアイスを噛めない人にも優しいね食べるわ ありがとう教えてくれて桃香ちゃんハートいっぱいありがとうハートからみそにゃ登場 <laughs> ガリガリ君は食べるよ時たまでも今年は食べてないまだほんまに今年はスイカバーとチョコバッキーで過ごしてる <laughs> ガツンとみかわかるわかるガツンとみかんかるかるガツンとみそラもンハマった時あったおいしいよね今ねグミにもガツンとみかんグミがあってめっちゃおいしいぜひ食べてほしいスイカバー果汁ゼロやで果汁ゼロでもなおいしいよねおい <laughs> しいよチョコバッキーの抹茶おいしかったえっせやんな いやーよかったこのも世界にチョコバッキーの魅力を広められてよかったみんなもぜひ食べて玉木さん誰もありがとう中小原さん食べてアイス食べますありがとうミそラちゃん今来たもごめはジュースでしたそうもう駆け込みやったけどどうしても炭酸が飲みたくて 飲みたたたい気分やっかからジュースにしましまなんか最近飲んだ梨のジュースがすごい美味しかったんです梨の炭酸ジュースがそっからまたそのジュース飲みたいなと思って <laughs> やっぱりみ噌らをこってり系ラーメンはもちろんこってりが好きだからやっぱ豚骨ラーメンとかは背脂みかこってりで食べます「星投げ3周できたありがとう!」指休めてね 好きなジュースはうんファンタオレンジかなファンタオレンジ大好き缶で飲むのが好き炭酸を缶で飲むのが好きね日高浩二さんかき氷ありがとうおばめ届いたみたいで安心しゅうくんソフトクリームありがとう 炭酸サイダーうんめっちゃイダーも美味しいもうね炭酸はもうこの世にあるすべてがほぼ美味しいからさ <laughs> 決めきらへんけどでもファンタのオレンジ店はめっちゃ大好きパセリとセロリのえ文間違いないんだけど残念 <laughs> ないか確かに見たことないかもパセリとセロリは <laughs> リクパパさんハートありがとう たまきーさんだるまありがとうみせらちゃんこちらこそいつもありがとういやよしみんこちらこそありがとねもう大好きよしみン3ウ a y でランウェイとライブステージうん頑張ろう絶対うちらならいけるよ C しか勝たんよチーム C ミスティックスしか勝たんよありがとう、今日はもう寝な あとの時間は私に任せな <laughs> ゆっくりね明日も早いしよしみんありがとうあお友達発見なべ <laughs> さんありがとうございますももかちゃんもありがとう頑張ります応援してもらった彼には川田さんハートありがとうありがとう なべさんもハートありがとうございます。ありがとう。ありがとう。四年前は中三、うん、中三。なべさんハート百個ありがとうございます。本当に頑張ります。ももかちゃんペンライトありがとう。毎日頑張ってて偉いよ。ほんまに。ありがとう。 たまに 3D モードついてて目がうってなることあるほんまにわかるなんかこの開ける瞬間にちょっとさ指がつっかえてなんか 3D モードなっててなんで妖怪ウォッチやろうと思ってやって妖怪ウォッチシーウって言ってるこのジバニャンがこう回ってるとこがあんねんけどそこが浮き出てておー 3D なってるやんみたいな時あるわかるわかる よしみんのタマキでした。ありがとうございます。よしみんともさゆきとも力を合わせて頑張ります。2次ゲーム、アニメ、漫画、えどっちも結構履修してる。でも一番好きなのはみさ、はスマホゲームが好きで、一番あのアンサンブルスターズが好きやねんけど、アンサンブルスターズはスマホのゲームなので、そこから派生してアニメになってたりもするんですけど。 スマホゲームかかなな <laughs> が好きかなあとはアニメの「おそ松さん」と「フリー」がすごい好きです漫画だったらなんやろう「ブルーロック」とかはすごいあの「子さんです私」<laughs> すごい好きで読んでます種のチョコがおいしいほんまにそうスイカバーだからたまになんか チョコ増量みたいな時あるやんもう最高じゃないもうあのチョコが美味しくて食べてるからほんまに分かります今日ガリガリ君が新しくなったみたいな広告が山手線に貼ってあってえっどう変わったんやろなんか食感が変わったんかな <laughs> 味が変わったんかなどうなったんやろ気になる食べよっかな気になってきたスイカバーみたいな夏感じでわかる もうスイカバーが夏に並び始めたらもう来たこれと私の時代が来たぜみたいな感じで思いますピノが好きウィンクピノミソラに優しいから好きやでミソラもあのアイスかじれへんから歯でピノみたいなああいうアイスの実とかさああいうサイズはほんまに助かる。 ミスラーも好き現役 JK ですかいや半年前にあの卒業しましたはい醤油麺固めネギをめはああみラーは豚骨、ね麺固めネギ多めにんにく入れはです <laughs> 惜しかったニアピン賞ほぼおそろ缶で飲むの分かるいやんなやっぱ炭酸は缶に限る炭酸飲みたくなってきた 午後の紅茶、めっちゃおすすめおしゃッ <laughs> 飲んでみようかな最近美ら公園終わりは炭酸じゃなくて午後ティーにはまってるのでそん時に飲んでみようかな夜菓子はめっちゃ得意ですもう夜型人間なので超得意昔のファンとは果実ゼロそうなんえ今も2%しか入ってんのやのにあんな美味しいの天才天才 <laughs> そうなんやコマさんしか分からへん <laughs> コマさんずら言ってね妖怪ウォッチ最高です、まあ、だからみんなあの初心に帰って昔やってたゲームとか一回やってみてもいいかもね <laughs> すごい楽しい今テレビでえっみそらえなんでなんでみそらえっみそらテレビえどういうことどういうこと <laughs> びっくりびっくり何どういうこと あと3分で星集め解除ギリギリえ待ってもう今50ええ五56分えなんかみんなと喋ってたらさ時空がおかしくなってんのかもしれへん1時間早すぎる <laughs> えびっくりしたえー、ちょっと待ってねえっと「夏の恋」って書いて「 カレンさんかなペンライトありがとうございます鍋さんくまちゃんもありがとう本当に頑張りますありがとうカレンさんハートもありがとうございますピノさんソフトクリームもありがとう美味しそうな名前だなピノさんマイサさんハートありがとうもうみんなのおかげですごめんみんな気づいたらこんな時間やった 上まで行っっちゃったコメントごめんもうさほんまにごめん喋り通してたらいつの間にかこんな時間になっちゃったごめんそらちゃんの配信見て元気もらえたのでこの後も勉強えー、遅くまで偉いね頑張ってねそらはこの後お風呂に入ってなんか <laughs> お菓子食べよか最悪ダメダメ食べちゃダメアイドルなんだからダメだよ <laughs> 我慢します あ YouTube ねびっくりした <laughs> なんかテレビ映ってたかと思ったみそらびっくりびっくり時空そう時空歪んだもん、なんか時経つの早すぎてもうびっくりしゃべり倒しました今日もちょっと壇上読みますねもうびっくりしたほんまえー、っと13位ちさちゃんありがとう12位りくぱぱさんありがとう 11位玉木さんありがとう10位大和さんありがとう9位平八さんありがとう8位深夜さんありがとう7位桃佳ちゃんありがとう6位中小原さんありがとう5位なべさんありがとう4位柊太くんありがとう3位川奈さんありがとう しゅうくんありがとう。しんさんありがとう。もうみんなみすらは軸をゆがめる天才でした。今日も遅くまで付き合ってくれてありがとう。明日はまず朝は8時でやるのでもうみんなゆっくり寝てください。みすらも寝坊しないようにちゃんとアラームつけます。もう喋り倒してごめんなさい。もう世話しなくてごめんね。 来てくれて嬉しかったです明日もまたここで会いましょうねありがとう楽しかったですおやすみ一日お疲れ様ですありがとうまた明日